さんこんにちは、さやまこです。いつもご覧いただきありがとうございます。今回は突然ですが、来る9月8日木曜日、東京ディズニーシーにダッフィーフレンズの新しいお友達が登場します。その名もリーナベルちゃんです。大好きなダッフィーフレンズの仲間が増えると聞いて、これは羊毛フェルトで作らずにはいられないということで、今回は初心者さんでも作りやすい卵型にアレンジしていきたいと思います。興味がある方はぜひ最後までご覧ください。それでは始めていきましょう。はい、それではまずはじめに今回使っていく材料のご紹介をしていきます。まずはこちらの卵型のベースになります。今回も浜中さんのニードルわたわたであらかじめ作っておきました。こちらの作り方は以前の動画で詳しくご紹介していますので、ぜひそちらを参考に作ってみてください。続いてこちらのカラーの羊毛になります。こちらの種類などは下の説明欄で詳しくご紹介していますので、そちらも参考にしてみてください。続いてこちらの刺し目です。今回はサイズ違いで5ミリサイズと6ミリサイズを準備しています。作りながらどちらがちょうどいいか実際に試してみて、可愛くなる方を選んで使っていきたいと思います。そして刺し目を留めるボンドとチャコペン、待ち針も準備しておくといいかなと思います。はい、それではここから早速作っていきたいと思います。今回のリーナベルちゃん、こんな感じの完成を目指して作っていこうと思います。まずはこちらの卵型のベースにこんな感じの薄いピンクの羊毛を全体的に差し付けていきます。はい、こんな感じにふんわりとほぐした羊毛をこちらのベースにのせて全体的に差し付けていきます。はい、一塊分ついたら、さらにここから羊毛をのせて全体的に色をつけていきます。はい、こんな感じで全体的にムラなくピンク色の羊毛がつけられました。続いて鼻周りのパーツを作っていきたいと思います。はい、白い羊毛をこんな感じでふんわりとほぐしたら、周りから畳んで楕円の形にまとめていきます。はい、こんな感じにまとまったらマットに置いて軽く裏と表を刺していきます。はい、こんな感じでだいたい楕円にまとまったら、薄く取った羊毛をくるくるっと上から巻いて、さらに差し付けてあげることで表面を滑らかに綺麗に整えていきます。はい、だいたい大きさもこのぐらいでいいかなと思うので、続いて耳のパーツを作っていきたいと思います。はい、ピンクの羊毛をふんわりとほぐして耳の形に近づくようにまとめていきます。今回のリーナベルちゃんはキツネということで、結構耳が大きめなので、このサイズ感も卵型と合わせて作ってあげるといいかなと思います。だいたいこんな感じに三角形になったら、一旦軽くマットの上で固定していきます。そしてリーナベルちゃんのお耳、イラストを見てみるとわかると思うんですが、耳の特徴としてはこんな感じで、下のラインを斜めにしてあげるとこの卵型に沿ってつけられるので、より実物のリーナベルちゃんに近い耳の形にできるかなと思います。なので今回はこんな感じの蝶々の羽のような形の耳に仕上げていこうと思います。表側を刺したら裏側も同じように固定していきます。はい、だいたい表面が固定されたら、こういった厚紙に挟んで指を刺さないように安全に側面の部分も細かく差し付けていきます。はい、こんな感じに固まったら、さらに薄く羊毛を重ねて、少しこの先っぽが内側を向くように意識しながら形を整えていきます。はい、こんな感じで耳のパーツができました。卵型につけた時にこんな感じに卵型の側面に沿うような感じで耳の下の部分を作ってあげると、耳をつけた時に自然に見えるかなと思います。同じように反対側の耳のパーツも作っていきたいと思います。はい、こんな感じで2つ目の耳のパーツもできました。続いてそれぞれの耳のパーツに濃いピンクの羊毛で耳の中に色を入れていきます。はい、このぐらい少しの羊毛を取って、一箇所こんな感じで指でねじって細く尖らせておきます。そしたらこちらの今作った耳のパーツの上に乗せて、このパーツの少し内側の部分にこのピンク色の羊毛を差し付けていきます。
この時あまりこう奥の方までニードルを貫通させるように刺してしまうと裏側に濃いピンクの羊毛が出てきてしまうので、なるべく浅く小刻みに刺してあげることをおすすめします。はい、こんな感じで両方の耳の色がつけられました。続いて尻尾のパーツを作っていきたいと思います。はい、この体の色と同じ色のピンクの羊毛をしっかりとほぐして一箇所畳みます。これを端からくるくると巻いて雫型の形にまとめていきます。はい、こんな感じでまとまったらマットに置いて形を固定していきます。一番太い部分がだいたい2センチ弱ぐらいまで大きくなったら、この尻尾の先の方だけに白い羊毛を巻きつけて色付けをしていきます。くるくると巻いて、まずはこの境目の部分を刺していきます。この先の余ってる部分はこんな感じで下向きに巻きつけて上から刺してあげます。はい、こんな感じで尻尾のパーツができました。続いて頭につけるお花を作っていきたいと思います。はい、お花はこんな感じの花びらを5枚作って組み合わせていきたいと思います。こんな感じに薄い紫の羊毛をほぐしたら雫型にまとめていきます。ここからはとってもちっちゃいパーツになるので、くれぐれも指を刺さないようにゆっくりと進めてみてください。裏と表を刺したら、尖らせたいところをこんな感じで指でくるくるっと力を入れてまとめてから、さらに形を整えていきます。この時側面は厚紙に挟んで刺してあげた方が安全かなと思います。はい、こんな感じで花びらが出来上がったので、残りの3枚も同じ要領で作っていきたいと思います。はい、こんな感じで花びらが5枚出来上がりました。ここからお花の形に組み合わせていくんですが、その際にそれぞれの花びらをつなぎやすくなるのかなと思うので、こんな感じの丸いパーツを作っておくことをおすすめします。こちらの丸いパーツに1枚1枚の花びらを固定していきます。はい、こんな感じで1枚ついたら、バランスを見ながら5枚の花びらを同じようにつけていきます。はい、ある程度こんな感じで花びらがついたら、裏からも刺してあげるとしっかりとくっつくかと思います。はい、こんな感じでお花の形になりました。そしたらこのお花の真ん中に黄色い羊毛をほんの少し指先で丸めて、こちらの真ん中に刺していきます。はい、こんな感じに蘭の花ができました。続いてこちらの本体の方に目の周りの白い模様をつけていきたいと思います。はい、白い模様をつける時なんですが、まずこの先ほど作った内回りのパーツを卵型の半分より少し上に針止めしておきます。はい、こんな感じでついたら、こちらのイラストを参考にしながら、この目の周りの白い部分の下絵を描いていきます。はい、だいたいこんな感じでラインが引けたら、このチャコペンで描いたラインの中を白く色付けしていきたいと思います。まずこちらの口周りのパーツは一旦外しておいておきます。はい、そして適量取った羊毛、ほぐした羊毛を丸に近い形にしたら、こちらに置いてこのラインの通りに白い模様をつけていきます。まずこんな感じで中の方を羊毛がずれないように押さえたら、このライン状のところをニードルをスライドさせながら小刻みに刺し付けていきます。はい、こんな感じで片方の白い模様がつきました。同じようにこちらの目と、あとお腹の部分ですね、こちらも色付けをしていきたいと思います。はい、こんな感じで目の周りとお腹の白い模様がつきました。続いてこちらの鼻周りのパーツをこんな感じにつけていきたいと思います。パーツの周りをこんな感じの角度でぐるっと一周本体に向かって差し付けていきます。はい、こんな感じでしっかりとついたら、この鼻をつける部分を数回刺してへこませておきます。はい、こんな感じでちょっとだけへこみました。そしたら今へこませた部分から下に向かって茶色い羊毛でラインをつけていきます。まず端っこをしっかりとこのへこみに差し込んでいきます。はい、こんな感じでしっかりと入ったら、糸先を指でねじって真下に向かって短めのラインをつけていきます。はい、こんな感じで線がつきました。続いて濃いめのピンク色で花を作っていきます。
ほんの少しだけ羊毛を取って指先でくるくると小さな粒状にしていきます。はい、こんな感じに丸まったら少し横長な感じでこんな感じに差し付けていきたいと思います。かなりパーツの厚みが出ているのでニードルが折れないようにゆっくりと作業を進めてみることをおすすめします。はい、こんな感じで花がつきました。続いて目をつけていきたいと思います。目は今つけた鼻周りのパーツのすぐ隣のところにつけていこうと思うのでこちらをまずニードルで数回刺してへこませておきます。はい、こんな感じでちょっとわかりにくいんですが目をつけるところをへこませてみました。ここに刺し目を刺していくんですがその前にリーナベルちゃんは女の子でこんな感じにまつげがついています。まずはこちらのまつげを2本ずつつけていきたいと思います。まつげつけるとき、チャコペンであらかじめラインを引いておいた方がつけやすいかなと思うので、軽くこんな感じでラインを描いておきます。このラインの通り、茶色い羊毛を使って線をつけていきたいと思います。線のつけ方、以前の動画で詳しくご紹介していますので、ぜひそちらも合わせて参考にしていただけたら嬉しいです。はい、こんな感じで刺し目で隠れるところまで来たら余分な羊毛をハサミでカット。この端の部分は刺し目がつく部分にしっかりと差し込んでおきます。はい、下のもう一本の分も同じように端っこを差し込んで刺し目がつく部分までまつげをつけていきます。同じように反対側も2本のまつげをつけていきたいと思います。はい、こんな感じでまつげがつきました。続いて刺し目を刺していきます。はい、まず目打ちでこの刺し目を刺す場所にしっかりと穴を開けていきます。今回は5ミリサイズと6ミリサイズの2種類の刺し目を準備しています。こちらを実際にはめてみてしっくりくる方を採用していこうかなと思うのでまずはこちらの小さい方の5ミリサイズから刺してみたいと思います。反対側に少し大きい6ミリサイズの刺し目を刺してみたいと思います。さあどうなるでしょうか。6ミリサイズはじゃん。あ、こっちも結構クリッとして可愛いかな。ちょっと大きすぎますかね。こっちは最終的にはお好みで構わないと思うんですが今回はこちらの5ミリサイズを使っていこうかなと思います。これで場所も決まったのでこちらのボンドで固定していきたいと思います。刺し目の先にちょっとだけつけて穴に戻していきます。よいしょ。反対側もちょんとつけてこちらに戻します。キュッキュッとしっかりと奥まで差し込んであげてください。はい、こんな感じでとても可愛いお顔になりましたね。はい、ここまで来たらあらかじめ作っておいたこちらの耳や尻尾のパーツを本体につけて完成させていきたいと思います。はい、まずは耳のつける位置を決めていきます。なんとなく位置を決めたら待ち針で仮止めしておくと左右のバランスを見やすいかと思います。正面から見た時とあと上から見た時前後にずれてないかなっていうのをしっかり確認しながら位置を決めてみてください。はい、こんな感じで場所が決まりました。そしたらこの耳のパーツのふわふわな部分を本体になじませるようにしっかりと差し付けていきます。はい、こんな感じで耳もしっかりとつけることができました。続いて今つけた耳の右耳の根元のところにこんな感じでこの蘭の花をつけていきます。お花のパーツを指で押さえて花びらの根元の部分を本体の方に向かって差し付けていきます。はい、こんな感じで可愛くお花がつけられました。最後にこちらの尻尾をつけて完成させていきたいと思います。はい、尻尾をつける際正面から見た時に右側にこんな感じでチラッと見えるくらいが可愛いかなと思うので実際にこうマットに置いて正面からのバランスを見ながら位置を決めてあげてください。位置が決まったらまず待ち針で尻尾の場所を固定していきます。よいしょと、こんな感じでつけていこうと思うのでこの尻尾のパーツの根元の部分、この部分ですね、ここを本体に向かって横から見るとこのような角度で差し付けていきます。はい、ということで卵型のリーナベルちゃんが完成しました。チャームポイントの大きなお耳と存在感抜群な尻尾、そしてダッフィーがプレゼントしてくれた蘭のお花もしっかり再現しつつ可愛くできたんじゃないかなと思います。ダッフィーフレンズの他のお友達も今後ご紹介していきたいと思っておりますのでそちらも気になる方はぜひチャンネル登録と高評価、
通知もオンにしてお待ちいただけたら嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。